立食パーティーなんですよ。全体で50名様ぐらいで、最初ステージ10分で、その後テーブルホッピング30分くらいかな。全体で40分のショーです。それでは行ってきます。はい、今日の仕事も無事に終わりました。まあ、マジックね、やっぱ楽しいなと思う一日でした。今日のお仕事をもらったきっかけが、私の名前とあとその集まりのね、団体の名前がちょっとね似てるところがあって、それでね、なんかね呼ばれたのかななんて司会者さんの紹介を聞きながら思ったんですけど、なんかそういう機会とかもあるから、やっぱりね自分からいろいろ自分の存在っていうのかな、マジシャンとして活動してるっていうこととかをいろいろ伝えていると、そういう風にねつながる部分もあるんだななんてことを感じる一日でした。今日の反省ってあるかな。裏動線で迷子になったことですかね。マジックショーする会場にそのまま控え室から普通に向かってしまうと、お客様とかにこうぱったり会っちゃったりするんですよね。まあ衣装とかも着てちょっと派手な人がこうやってうろうろしてると、ちょっと何みたいな感じで思われちゃうので、本当は入れない厨房とか裏の道から、ステージの袖に行くっていう、そこに行く時に、迷子になりましたね。